皆さんこんにちは。テレビ三円、三河遠州からの動画発信、テレビ三円です。今日は愛知県知事選挙が近づいておりますので、この愛知県知事選挙についてちょっとテレビ三円なりの見方からお話をしたいと思います。まず愛知県知事選挙、前回の選挙の時はですね、候補者が大村現愛知県知事と共産党の候補の2人だけでした。まあそういう関係もあるんですが、前回の投票率というのは悲惨なものです。でした。具体的には投票率なんと 35%、 投票率 35% ということは 65% の人は選挙に行かなかったということなんですね。でこれをですね、本当に三円テレビ三円なりの見方でいくとね、後で申し上げますが、愛知県民のなんと 94% ですよ。ほとんどの愛知県民、有権者ですが、ほとんどの愛知県民は大村県政を支持した、大村県政に不満がなかったという結論なんです。そういうふうに思わない人が多いんですけど、選挙というのはそういうものなんですね。ほとんどの愛知県民 94% が大村愛知県政を支持したということなんです。だから、そういう結果になったんですが、これちょっと詳しく言いますとですね、大村知事はね、177万4千票ほど取ったんです。これに対して対立候補は35万5千票ぐらいしか取らなかった。率で言うと、なんと投票した人の 83% は大村知事です。まあ分かりやすく大村知事と言いますけども、当時の与党というふうに考えてください。何党でもいいんです。当時の与党、前回は当時の与党を 83% の人が支持した。残る 16% が支持しなかった。具体的には共産党の候補に投票したということなんですね。いや、さっき 94% って言ったじゃないかということになりますが、これはこれで投票をした人の話ですけども、全体から言うとね、棄権した人が400万ちょっといたわけです。400万人ぐらいが棄権をしているんです。で、棄権したということはどういうことかというと、棄権したということは選挙に行かなかったわけですが、この中にはね、いろんな人がいるんでしょうが、ここで特に強調したいのはね、選挙なんか行ったってどうせ結果は一緒、面白くないと。選挙なんか行ったってしょうがない、だから選挙行かない、あるいはね、選挙でみんな騒いでるけど俺は行かないんだと、行かないんだ、行かないんだ、今の政治なんかもう当てんなら、政治家なんか何をやってるかわからん、面白くねえから行かないと、意地になっても行かないと、こういう向こう、いや危険票がたくさんあると思うんですけどね、そういうふうに思っている人はね、抵抗しているつもりで、今の選挙制度あるいは政治に抵抗をしているつもりで危険をしている人が相当いると思うんですが、これは実際にはね、抵抗しているつもりでも支持しているということになるんですよ。だってそうでしょ、もしそれまでの政治に不満があれば選挙に行くはずなんです。ところが行かないということは、理由は何であれ行かないということはね、その今までの県政に、具体的に言えば大村県政に不満はない、満足している、支持をしているから行かないんです。もしその時に候補者がですね、例えば固定資産税を、私が当選したら固定資産税を10倍にします、警察消防は週休2日にして、日曜日に火事になったってそんなことは知らない、泥棒が来ても月曜日まで待ってくれという話になる、こういうのが政治をやったら、こんなことになったら大変だってみんな選挙に行きますよね。そしてそんな政治家はまあ落とさないかんということになります。ところが 94%、
の人が支持をしているということはね、みんな今の政治に満足をしているからなんですよ。どうしても今の政治に満足できない人が投票に行って共産党に入れてるんです。まあたまたま共産党であったんで何党でもいいんですけど、まあそういうことなんですね。だから今回の選挙どうなるか知りませんが、おそらく今の感じだとですね、全部で6人立候補していますけども、現在の大村県政がそのまま存続される、存続というと正確でないんですけども、また再選されて4期目、4年ずつですか、3期で12年やったわけですね。それから次の4年また大村知事に託すことになるでしょう。皆さんが大勢が棄権すればですね、いやそれじゃ嫌だと、いろいろね、大村県政もいいかもしれんけど問題点も多かったので変わってほしいと、そう思う人はこれ絶対に選挙行かないとダメなんです。行かないということは、いや大村知事でいいよ、異論はないよという意思表示になってしまうんです。このあたりね、よく考えればわかることで、考えて分かっておるでしょうけども、現実に選挙に行かないということは、あなたが何と思ったとしても、今の政治は嫌いだとか、政治家はまあ面白くないと、そんなことを思ってたって今の政治を支持したということになりますから。この辺偉そうな言い方ですけど、これが三円流のものの見方です。 94% の人が今の政治で満足しているんだということですから、それ違うと、いやそれは困るという人はぜひ選挙に行ってください。いいと思う人は別に選挙に行かなくてもいいと思いますよ。まあとにかくね、選挙なんかいかんから反発してると思ったら大間違い、思うのは勝手ですけども、選挙に行かないということは今を賛成しているということになりますので、選挙に行ってください。そして今の政治に満足している人ほど選挙に行くんですよ。満足している人ほど選挙に行くんです。で、満足していない人ほど選挙に行かないんです。ですからこういう結果が出て、こういう状態が続く限り、いつまで経っても政治は変わらないと思います。今日は以上にしまして、たまたませっかくの動画配信ですのでね、2年ほど前の愛知トリエンナーレでリコール、知事のリコール問題が起きましてね、あの時のことを私なりの知っている範囲で、配信したものをそっくりこの後続けて流しますので、そこまで興味ある方は続けてみてください。まあそのことは知っているし、あるいは興味ないという方はここで、終わってください。ではよろしくお願いいたします。はい、こんにちは、テレビ菜園です。今日は今話題になっております愛知トリエンナーレに絡む大村知事のリコール署名、これについてなかなかわからないところがあります。私の場合は本当に何もわかりませんので、素朴な疑問をここでお話をしたいと思います。で、このリコール署名、大村知事のリコール署名というのは、愛知トリエンナーレあの時にですね、表現の不自由点というようなことで、あまり反対派にとってみれば嬉しくないような作品が展示されていた、これに対して税金が使われた、まあいろんな目的はあるいは理由はあるんでしょうが、多くの人が非常に不快に思ってリコール運動を起こしたということなんですね。で、そもそも愛知トリエンナーレ、これは去年、もう一昨年ですか、一昨年の、8月1日から10月14日ですか、75日間にわたって名古屋で行われた、まあ、美術展ではあったんですが、この75日間に総事業費としては12億円が使われたんですね。そして入場者数は累計で67万人、これを
1日あたりにしてみますと、1日あたりいくら事業費がかかっているかと見ますと、1日1600万円。そして入場者、67万人、1人当たり1791円。まあ私あれ言ってないんだけども、あれ見てくると、まあ平均して1791円ぐらいのコストがかかっている。まあそれほど、そういう計算でいけば、そんなにお金がかかっているとも思えないんですが、総事業費で見ると12億円。75日間。これはなんか多いような気がしますね。まあ、それは知りません。私行ったこともないし、あまり美術は興味ないんでわかりませんが、まあ、概要としてはそんな風であったと。そして、その中にですね、一部に表現の不自由点というようなことで、そういうブースといいますか、コーナーが設けられていて、そこに、いわゆる話題の、天皇陛下の、写真をバーナーでこう燃やしてですね、で芸術的にこうただ街で火をつけて燃やすんじゃなくて、非常に憎しみを込めたような燃やし方をして、最後に灰になります。灰になるんですけど、まあ紙ですから、その紙の形で真っ黒くなったような形で下に落ちるんですが、それを足でこう踏みつけて、まあこんな映像、これ中にはね、そんなことを現場でやったというふうに誤解された方もいらっしゃるようですけど、あれ私も見たわけでありませんが、そういうのをビデオで映したものを上映していたということのようなんですね。でこれはやはりいろいろ意見が出てきますね。それともう一つ、まあご覧になったことありますよね。こんなね、まあ、お寺の釣り鐘のような形のなんか土台を作って、そこにいろんな標語みたいなのが貼ってあるんですが、まあ内容とすればね、特攻隊をはじめとして、この戦争で、まあ、死んだ人を愚かな日本人というような表現で揶揄しているという、そんな作品。それから平和の肖像術少女像といって、従軍慰安婦の、よくテレビ見たと思いますが、あの像、まあ、こんなものがこう展示されているコーナーがあったんですね。それでそのコーナーというのはね、最初は大村さんにしろ川村さんにしろ、そんなものがあるとは知らなかった、そんなものはなかったんだと。で、そういった展示会、トリエンナーレを開催することについて反対はしなかったんですが、8月1日の当日に見たら、今申し上げた表現の不自由点ですか、天皇陛下の写真を焼くのとかね、戦死した日本兵を揶揄するような、馬鹿にするようなことを書いた作品ですね。それから慰安婦像、こんなものが、こんなものといったら失礼かもしれませんが、そういったものが展示されているコーナーがあるとは知らなかった。最初の計画の中にはなかった。で、それが行ってみたらあったと。で、みんなびっくりしたんです。それで、そんなものやめろということで一旦止まったんです。8月3日ぐらいに。で、しばらくずっとそこの部分は止まったままでしたが、最後の方でまた再開したようですね。詳しく知りませんよ。で、まあそんなことがあって、このトリエンナーレ自体全部がおかしいというわけではなかったようなんですが、まあそういった約束違反のね、最初からそんなのがあれば当然認めなかった。最初なかったのに、当日オープンして行ってみたら突然そういうのがあったということで、まあ驚いたんですね、みんな。で、ほとんどそこの部分に対してのこの問題なんですが、それはね、大村知事がそんなやったわけじゃないんですよ。皆さん分かっていると思いますが、それはそれをやった人がいるんですよ。で、それが大村知事が一旦まとめたんだけど、まあ結局
表現の自由だ不自由だということでね、これをやめさせるのは、まあ、憲法違反とかいろんなことを言ってですね、また再開したんですね。でそれだけならまだいいんだけども、結局それだけのお金を税金を使ってるんですね。最初申し上げますけど、このトリエンナーレは、総事業費12億円これだけのお金がかかってるんです。うち文化庁から6600万円そして名古屋市は3380万円負担することになってたんですね。文化庁も本当はもっと大きかったんですが、まあ、そんな今申し上げたようなことがあったんで少し減らして6600万円を払ったと。それに対して名古屋市は3380万円で、この愛知トレーナーレ主催は愛知県であり、主催者は大村知事であったわけです。そして今申し上げたように、予定になかった展示物が急に登場していた。それで皆さん驚いて、一旦はこの展示物については出展を止めたんですね。しかしその時点では河村市長も大村知事もおそらく考えは一緒だったんでしょうが、しばらく時間を置いて大村知事はやはりこれを止めることは憲法違反、表現の自由を侵害することはできないということで再開を認めたんですが、しかしこれはある意味では表現の自由の問題かもしれませんが、一方では昭和天皇の写真を焼いてそして足で踏みつけるというような一連の、行為があるわけなんですね。表現がで、これは公序良俗とか、そしてまあ昭和天皇は今は亡くなっていますけども、そのお孫さんはまだ生きている、おじいさんは実際に知っている、このような人、仮に天皇でなくてもそういう人の写真を焼いて足で踏みつけて、そういうものを公の場所でしかも税金を使って一般大衆市民が見ると、これが許されるのかどうか、河村市長は大いにそこに疑問があったと思うんですよ。それはね、個人があるいは民間団体が民間の施設を使って民間のお金でやるんだったら、それは心の中で何と思うが、これを公権力がやめろということはできないだろうと。しかし公共の場所を使って、しかも税金を使ってそういう行為を認める、これはちょっとおかしいんじゃないかと。そういうことに名古屋市民の税金を使うわけにはいかないということで、この助成金ですか協力金か知りませんが3380万円を出すことに対して、これを拒否したのが河村市長なんです。そしてその河村市長に対して大村知事は、実際愛知県の県庁と名古屋市の市役所の庁舎というのは本当に近いんです。だからちょっと話し合ってね、大村知事とすれば、いやそう言うけどまあなんとか協力してくれないかということを申し入れて、そうしたら河村市長はおそらくそんなこと言ったって私は市民から預かった税金をそんなことに使うことはできんと、まあいろいろな表現があると思いますが、相談をして解決策を求めていけばよかったんですが、河村市長は3380万円を払わない、拒否したということで訴訟に訴えたんです。裁判所に訴えたんですね。それその時期がたまたまコロナで、行政とすれば本当にてんやわんや、正直言ってそんなことをやっておれんというようなコロナでいろいろ混乱していた時に訴訟を起こした。これを見ていた例の高須クリニックの高須院長もここでカチンときたんでしょうね。いやこれはもう
大村知事には辞めていただくしかない。彼の言動を見る限りもうリコールしかない。本当のことは知りません。私はそんなふうに聞いております。これがまあ大雑把なリコール運動のいきさつなんですが、このリコールというのは、愛知県有権者の、半分ですか、細かい数字を忘れましたが、いずれにしろ、リコールが成立するにはその前としてリコール署名が一定数以上集まらないといけないということで、愛知県86万6千人のリコール署名、リコール賛成という署名が集まらないとリコールに向けての最初のステップが満たされない。86万6千人以上の署名が集まれば、それでもって知事のリコールということにならない。この知事のリコールに対する住民投票かなんかやるんですよね。だんだんステップが上がっていくわけで、いきなりリコールできるわけじゃない。その一番前の段階の、意思を集めていくのがリコール署名であるわけなんですが、この署名は86万6千人の以上の署名が必要であるところ、実際調べてみたらといいますかね、あの蓋を開けてみたら、43万5334人の署名しか集まっていなかった。まあ約半分ぐらいですね。86万には到底及ばない。必要な署名数の半分ぐらいしかいってない。43万人ほどの署名しか集まっていなかった。しかもこの43万人の署名の中の 80% がいわゆる無効と思われる署名であったと。無効と思われる署名であった。ただこれはね、ニュースはどう言ってるか知りませんが、いわゆる通り相場ではね、不正署名と呼んでるんですかね。不正署名って誰が不正と決めたんでしょうかね。無効署名、あくまで無効と思われる署名が43万人の署名のうちの約 83% である36万2千人。これだけの署名が無効と思われるというだけで不正と限ったわけじゃないんです。で、その中身とすればですね、まあ、あの、同じ人が何人もの署名をしたということですね。本人の署名だけでなくて、人の名前を勝手に書いたというようなのが、約 90%。重複がありますので、あの、全部足しても 100% になりません。もっと増えますが、それから、選挙人名簿に登録されていない人が署名した。まあ、例えば、愛知県民以外の人とかですね、選挙権のない人が署名したのが 48%。そして、この署名はですね、普通の選挙のように投票所があって選挙をやるわけじゃなくて、これは、リコール運動をやろうという団体の署名集めをしますということを申し出てね、受任者として登録した人が集めた署名が有効であるわけなんですが、その受任者として登録していない人が集めた署名も、いくですか、 24% だった。まあ細かい数字はいいんですが、まあ無効と思われる署名はそういうようなものがあったということですね。まあほとんどがそういう無効と思われる署名というふうに言われているんですがね、この中で特に報道等ではね、不正署名というふうに言われる場合もあるようで、NHK とかね、マスコミはどうか知りませんが、いろんなネット情報を見てますとね、不正署名という言葉を使ってるんですよ、多くが。で、不正かどうかは分かりませんよ。不正といえばね、Windows の95でしたかね、もっと前だったかな、
その頃はよくね、パソコンでいろいろ作業やってますとね、不正な処理をしましたと言って、止まってしまう、不正な処理をしました。こんなこと言ったら、そんな悪いことは私してないよと、悪いことした覚えないのに、不正な処理をしましたと、非常に気分悪かったんですがね、姉の場合は、不正というのは、ただ、正しくない操作をしましたということなんですがね、正直言って不正な処理をしたというと、何か悪いことをしたような感じがしますがね、これをここに当てはめると、不正な処理、投票、不正な、署名、不正な署名、不正な署名というのはね、なんか悪いことしたように伝わっちゃうでしょ。不正な署名、こんな言葉は気安く使っちゃいかんと思いますよ。無効、有効とは認められない署名、これが正確な言い方で、選挙管理委員会はね、そういう言葉を使ってますよ。有効と認められるもの、有効と認められないもの、こういう言葉遣いです。で、これ正しいです。不正というのはね、正しくない。それそういう意味ではそうですが、一般世間はそういうふうに理解しませんから、不正と言ったらなんか法律違反をやっている、悪いことをしているというイメージで伝わりますのでね、ここで不正証明という言い方はやめてほしいんですが、不正かどうかは最終的にどこが判断するか知りませんが、選挙管理委員会でしょうかね。ここが例えば、筆跡鑑定やって、これは明らかにおかしいとなれば、それが不正かもしれませんが、ただね、間違えたとかですね、そんなやつも当然署名の中にあると思いますよ。例えば、名前を、戸籍は漢字になっているのにひらがなが書いてあった、この辺はどうか知りませんがね、かなり厳格にやるそうですので、本人はそんな悪気も何にもない普段の感じで書いたんだけども、それが台帳と一致していない。だから、有効でない投票というなら、これはまあ仕方がないです。ところがこれを不正な署名と言われてはたまらないですよね。もう恐ろしくてね、署名なんかできませんよ。ただ間違えただけなのに不正だと言ってね、どっかでしょっぴかれるかもしれない。そんなことを思ったらね、恐ろしくて証明なんかできませんよ。で、そんなこといつまでも言ってないんですがね、そうやって証明するんですが、この証明は先ほど言いましたように、投票所があったり、署名所があったり、公のですね、そういうところでやるんじゃない。街頭でですね、自分は本当に皆さんからの署名を集めようという有志の人がですね、登録をして、で、署名の用紙を預かってきて、そういう用紙を何枚ももらってきて、それで街頭に立って呼びかけて、賛同する人がそこで名前を書いてくれるとかね、あるいはどっか場所を借りて、そこで上り旗立って、そこで集まってきて、来てくれた人に署名してもらうとか、いろんなやり方があったようなんですが、ただ本当に選挙のように公式な場所があって、そこでやるわけじゃないんです。そうやって署名を集めたんですが、これ、あと申し上げますがね、このリコール署名の問題の中で不思議なことがいくつかあるんですが、その一つにね、これあんまりマスコミとかね、ネット番組とかそういうところであまり言わないんですけど、私は不思議でしょうがないのがね、この署名、実際にはね、そういう署名をする、集めるようなね、人が何人か大勢いて、そしてそういう人がそれぞれ自分の、生活している範囲で知っている人のおるとこ行って、署名をしてもらう紙を持っててですね、それが基本ですので、そうなると大勢の人が署名集めに協力してくれないといけないんです。そして実際に呼びかけたところね、相当数の、私がもう署名集めをしますということで、その署名用紙を、注文してきた人がかなりいるようなんですね。これはちょっとね、正確かどうか私も分かりませんが、一部聞いたところだとね、私の住んでいる豊橋市だけでもね、1000人以上の署名集めをしましょうという協力者がいたようなんです。ところが
そういう人に聞いてみるとね、確かにその申し込んだんだけども署名の用紙が送られてこなかったという人がだいぶいるんですね、私が聞いた範囲だけども。でそういう人にその署名の用紙が届かなかったら署名なんか集まるわけないんですよ。じゃあなぜそういう人にその署名用紙が届かなかったか、これっていうのはね、私にとって私から見れば一番の疑問なんです。不正署名とかそういう以前の問題で、一般の良心的な市民が署名集めをしようと思ったのに、そっちの方がこう用紙が届かないから、そちらの人たちの活動というのは実質的にほとんど行われていないんです。で40数万名の署名が集まった、その8割3分ぐらいが不正署名。これは誰がどうやって集めたかと、ここは共通の疑問ですけど、ことになるんですよね。私が思ったらね、よほど集まると思ったんですよね、86万ぐらい。ところが43万、半分ぐらいと。ただね、ちょっと話しておりますけど、この県選管の発表というのはね、愛知県全体じゃないですからね、気をつけてください。43万5千いう世の署名が集まったとは言ってますが、この中にね、市長選挙の関係で、その時に市長選挙があった市町村というのは署名の締め切りが2ヶ月ずれてますんでね、そういう市町村はこの集計に入ってないんです。実際にはね、豊橋市、岡崎市、それから稲沢市、知立市、豊山町、これだけの市長はこの集計に入ってないんです。豊橋、岡崎、稲沢、知立、豊山町、これだけの市町村が入っていない集計なんです。これが43万5千という集まったという署名の中身です。実際に、まあ、豊橋だけではなくていろんな市町村に、じゃあ私も署名集めに協力しますということで申し出て、署名の用紙を何枚かもらおうとしてた人が相当いたでしょう。豊橋だけ見ても、私の聞いた話ですよ、1000人ぐらいはいたと。でよほど私としてはある程度筋いくと思ってたんですが、結果は今言ったようなことで、本当に良心的な署名集めをしようと思った人の努力というのはそこで発揮できなかった。で不正の署名だけがこの集まっちゃったんですね。だからこそ誰がやったのかということなんですがね、これはね、高須委員長がやったとか河村市長がやったとか、もう短絡的なことを言ってる人も多いし、なんかそういうことを案に言おうとするような報道も多いんですが、私はとてもそんなことは考えられませんよ。でこうやってね、このリコール運動がこんな形で終わってしまう、これで一番喜ぶのは誰でしょう。そう考えるときにね、いや別に疑うわけじゃないですよ、おそらくそれにやってメリットがある人でなきゃやらないはずなんですよ。で名古屋市長がそれやってなんかメリットありますか？ あるわけないでしょ、デメリットばっかりですよ。高須委員長にしてもそうです。でじゃあ大村知事かって、大村知事がまさかねそんなことやるわけないんでしょう。だけどそれをリコールが不発に終わって、しかもこんな結果に終わって、中心になってた人が疑われるような状況になって嬉しいのはどういう人なのかな。まあそこにもう、そこにも焦点を当てて考えていただきたいなと思うんですよ。
で、私はここでこの不正署名と言われる署名を集めた人、誰がどういう目的でやったかということを推理するだけですが、これを推理してみますとね、分からないことが一つあるんですが、このいわゆる不正と呼ばれる署名、聞いた話なんですが、その署名の中にはですね、もう誰が見ても明らかにいわゆる、まあ、不正とは言えませんが、無効となるようなあの署名がいくつも目についた。誰が見ても、まあ、普通の常識のある人がであれば、誰が見てもこれはおかしいぞという署名がたくさんあったということですね。中にはちょっと見ただけではわからないというのもあったそうなんですが、まあこれをもとに考えたときにですね、例えばもうリコール署名をしようという、例えばですよ、リコール推進者の代表者のような人がですね、もうどうも思うように署名が集まりそうもないから、とにかく嘘でも何でもいいからこの数を増やせということで、それこそニュースで言われているようにアルバイトを頼んで、一生懸命その名簿に住所氏名を書き込んでもらったと、こういうことをやるでしょうか。もしかしたらバレないかもしれないような、そういう偽装署名なら話は別ですよ。明らかに誰が見たってすぐわかるような正しくない署名が相当あったそうなんですがね、これをね、リコール運動の主催者がやるでしょうか。そんなにバカじゃないと思いますよ。だって不正、いや無効な投票なんかいくら集めたってしょうがないわけですからね。本当にもしかしたらバレないかもしれないという、そういう偽装署名、これを一生懸命集めるなら話は別ですよ。明らかに無効となるような署名いくら集めたって、そんなものは何の役も立たないというより、かえって信用を失うだけなんですよね。だからリコール運動を推進しようという人がそんなことをやるとは思えないんです。これは本当に不思議ですね。そしてあれだけの大量のものはね、個人がやれることじゃないんですよね、もちろん。だから大きな組織がなきゃできないんです。で、大きな組織あるいはお金も必要なんです。で、そういうものがありそうな人たちはそんなことをやるはずがないんですよ。ミスミス信用を失うだけですからね。じゃあ誰か、わからないんですよ、本当に。まあ、可能性は少ないでしょうが、まあ、どちらにしろ、このリコール署名が成立しては困ると思っている人が、この活動を混乱させようということで、リコールが成立しては困るような人がですね、混乱させようということでやった、まあ、これはもしかしたらあるのかなとも思うんです。というのはですね、本当に明らかに偽装と分かるような署名をたくさん集めてもどうにもならないんですが、どっかでこれが発覚すれば大ニュースになる。そうすると混乱します、署名活動が。そうするとですね、本当にこれから署名用紙が目の前に来たら必ず署名しようと思っていた人たちが、そういうニュースを見てもうしらけてしまうんですよね。だから事実ですね、先ほど申し上げた市長選挙が行われていたあの4つか5つの市町村ですね、そこの人たちはね、もういよいよこれから署名活動が本格的になるという時にそういうニュースが流れましたから、しらけちゃってんですね。だからもうそれから署名集めしようという受任者もほとんどいなくなったと思いますね。これが目的だったのかな、
こういう推理もできます。でも実際のことは全く見当がつきません。いや、専門家でも見当がつかないんだからね、私のような人が見当がつくはずがありませんけども。でね、疑問がいくつかあるとさっき言いましたけど、まあその中のね、一つはね、もうこのリコールのこのようなこの結果と直接関係あるかどうかは分かりませんが、まずマスコミですけどね、リコール運動が始まったというあの頃はですね、マスコミはほとんど報道をしなかったんです。報道しなかったんです、ほとんど。だからね、愛知県といいますかね、中部地方のマスコミの範囲外の東京とか全国からはね、この愛知県知事のリコール問題って非常に関心高かったんですけど、肝心な愛知県民があまりリコールのことを知らないと。ということはね、マスコミ報道があんまりなかったんで、知らなくて当然ですけども、かえって外部の人の方がよく知っていたというような実情がありましたけど、まあこれも一つ不思議なところなんですが、そういったマスコミが今度何か不正があったんじゃないかということになると、すごく活発に報道してるんですね。これも私よく理解できないところなんですね。もともと本当の選挙の本番のものが不正があったというなると、それは大変なことですが、あくまでこれ別にいいというわけじゃないですが、あくまでリコール署名の段階でしょ。しかも不正署名って言いますけど、ただ正しくない、間違えただけとかね、それが故意に間違えたんであっても本当に間違えたの、勘違いで間違えたのもあるんでしょうけど、これ本物の選挙だってですね、例えば鈴木候補と山田候補と2人しか出ていないのに加藤候補なんて書いたら、明らかに間違いですね。それわざとはやったって、それが別に不正とは言わないと思います。無効というだけであってね。だから選挙だって間違っておれば無効票になるだけなんです。この証明だって間違ってたら無効な票になるだけなんですね。筆跡なんていうのは専門家が鑑定しないと正確なことは分かりませんけども、まあ明らかに見て分かるのもあったそうですけども、いずれにしろ無効ではありますけど、不正と言い切れるのかどうか分かりませんね。だけどなんか悪いことを誰かがやっているというようなイメージが植え付けられちゃってますね。民主主義の根幹を揺るがすなんてね、そんなに大げさな問題ではないと思うんです。あくまで無効票があっただけの話ですからね。いや、知りませんよ。法律的にどうなるか知りませんが、私は思いますよ。あくまでそのね、リコール署名であるわけですからね、本当のその選挙の前段階ですからね、まあ無効なら無効でいいじゃないですかね。そこで不正なんていう言葉を使ったらおかしいんじゃないですか。でとにかくマスコミがね、今度はなんか不正があったようだとなると、まあ一生懸命報道するんですがね、この方がまあ視聴率が上がるんでしょうかね。これはね、あくまで今回のリコール運動っていうのは本当に焦点があったんですよ。それはね、税金を使って公の場所であのような思想的な背景があると思われるような展示をしてもいいかどうか、ここが焦点だと思うし、そこが論点にならなければいけないんだけども、犯人探しが論点になってしまって、しかもやはり政治を少し民主的に正しくしようと、民意を反映する政治にしようというようなことで立ち上がった人たちが悪者のように、あたかも悪者のように扱われてしまう。もし本当に厳格な捜査の結果、そういう結果が不幸に出たんであれば、それから非難するのはいいんですけども、まだ何も分からない段階であいつがやったんじゃねえかとか、そういう噂を流すのは非常に問題だと思いますね。あくまでこの焦点というのはね、やはり民主主義の根幹ですよ。それこそ、ね、民意が
反映される納めた税金が正しく使われる、納めた税金が正しく使われているかどうか、これが正しく使われるのが民主主義であるんで、この辺を探っていこうというのがある意味でリコール署名運動の根底にあったものではないでしょうか。だからここから目をそらしてはいけないと思います。噂に流されて犯人探しに焦点を持ってかれて、そればかり見てたら肝心なところが見えなくなってしまいます。まあ偉そうなこと言いましたけども、愛知トリエンナールに端を発するリコール署名問題は、まあこんな感想です。以上です。